大聖堂正面、ランスノートルダム大聖堂は、パリから東北東約1 3 0トルに位置する町ランスにあるカトリックの大聖堂を。隣接する東急殿、市内の聖霊未教会堂と共に1991年にユネスコ世界遺産に登録された。フランク王国の国王クロビスが、ランス市教レミギウスに、キリスト教会衆の宣令を受けたことから、大聖堂では、 歴代フランス国王の戴冠式が行われた歴史を持つ。シャルトル大聖堂やアミアン大聖堂と並び、フランス国内におけるゴシック様式の傑作の一つと称される。爆撃を受け、炎上する大聖堂、現代聖堂は、1210年に火災で消失した教会の代わりとして、1211年5月6日に建造が開始され、内陣のある東側部分から着工された。 1233年から1236年には建造資金源として課された重税に苦しんだランス市民によって大聖堂の工事を率いる高位聖職者に対する反乱が起こされたが内陣は13世紀半ばに完成され13世紀末には西側部分以外の大部分が完成したその後百年戦争中の1359年から1360年の 間に英国によって包囲されるなどで一時作業が中断したが14世紀には未完成だった西側も完成した。ただしファサード部は建設が遅れ二つの小島は南側が1445年北側が1475年にようやく完成を見た。また百年戦争の英雄であるジャンヌ・ダルクはシャルル7世と共にランス大聖堂を訪れている。 その後ランスのオトルダム大聖堂はフランス革命時の動乱で彫像を中心に破壊されたが1875年にフランスの国会で修復のために現在の価格で約8万ユーロが投資されることが決議され彫像の多くが修復された。しかし第一次世界大戦中の1914年から1918年までドイツ軍の空襲や砲撃を受けたことで 彫像や約半数のステンドグラスが失われ、特に1914年9月19日に空襲により発生した火災は北側から燃え広がり屋根のすべてを追いつくし、大聖堂は壊滅的な被害を受けた。終戦後にランス出身の建築家であるアンリ・ドゥヌの主導によって再建が開始され、1938年に竣工した後に一般に開放されたが、 現在も一部修復作業が行われている。13世紀のガカビラールド・オヌクールによって描かれた、フライング・バットレスの構造のスケッチ・ランス、大聖堂内部のヘメンズ・ランス大聖堂は496年、フランク王国の初代国王であったクロビスが、ランスの司教だったレミギウスから洗礼を受けて、ローマ・カトリックに改修して、以来、歴代フランス国王の大官の秘跡を授ける。 性別式が行われるようになった。816年にルイ1世が初めて戴冠式を行ってから1825年のシャルル10世に至るまで32人の王が現代聖堂で性別を受けた。大聖堂で戴冠式を行った王には15世紀ジャンヌ・ダルクに連れられて性別を受けに来たシャルル7世やルイ13世、ルイ14世、 類16世などがいる。ありがとうございます。